1857年強行は19世紀半ばのアメリカ合衆国で国際経済の体調と国内経済が急拡大したことから生じた金融危機である。1850年代までにグローバル化が進み、1857年後半に始まった金融危機は初めて世界規模の経済危機になった。1857年9月から始まった景気低迷は 長くは続かなかった。しかし、適切な回復となると、南北戦争以後まではなかった。オハイオ生命保険信託会社が破綻した後、金融恐慌は急速に広がり、企業が倒産し始め、鉄道産業は景気減退となり、数多い労働者が解雇された。ニューヨークの銀行が大いに必要としていた金を積んでいた蒸気船 SS セントラルアメリカが、 ハリケーンのために沈んだことで、1857年強行の引き金になり、南北戦争が終わるまで財政が回復することはなかった。当時は世界の資金をバキュームする事業が多かった。大西洋横断電信ケーブル及び大陸横断鉄道の敷設国際的な軍事行動では、クリミア戦争とインド大反乱、加えて海外の事業では、 エジプト鉄道の不設とスエズ運河の改策があった。この強行に先立つ数年間は景気が良かったので多くの銀行、商人、農夫がリスクを負って投資を行う機会を掴んでいた。それゆえに市場価格が加工を始めるや、いなや金融強行の影響をすぐに受けるようになった。会員貯蓄銀行の取り付け騒ぎ1850年代初期、アメリカ国内は 景気が良かった。1857年初め、アメリカ西部からの商品に対するヨーロッパ市場が減速を始めたので、西部の銀行家や投資家が心配し始めた。東部の銀行は西部に対する貸し付けに慎重になり、西部の紙幣を受け入れるのを拒む銀行もあった。1857年より以前、西部、特にカンザス州に大量の移民が流れたので、 鉄道産業が流盛した。人が大きく動けば鉄道は利益を出せるようになり、銀行はその機会を捉えて、鉄道会社に大型の貸し付けを行った。しかし、夏の終わりまでに、西部の土地価格が下がり、移民の動きは急速に鈍化して、鉄道の証券価格が落ちた。次の春までに、商業信用が日上がり、すでに負債を背負っていた西部の商人には、 新しい商品を買うのは、鉄道は、相互依存の経済を作ってきており、西部の経済不況が、経済危機の脅威となった多くの銀行が、鉄道会社と土地購入に出資していたので、鉄道株価の下落の圧力を感じるようになった。イリノイセントラル鉄道、エリー鉄道、ピッツバーグフォートウェインシカゴ鉄道、レディング鉄道が、金融不況のためにすべて閉鎖を余儀なくされた。 テラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道とフォンジュラック鉄道が破産を宣言することになった。ボストンウースター鉄道も厳しい財政状態になった。従業員は1857年10月下旬に書かれたメモで旅客及び貨物の売上が前年同月比で2万ドル以上も大きく落ち込み次の冬には回復がほとんど期待できないと知らされた。この会社は 労働者たちが給与を10%減額して受け取ることになるとも伝えた。鉄道株価が下がったことに加えて、農夫たちが西部で低等に入っている土地の債務、不利口が出始め、銀行にさらに圧力を与えることになった。1857年恐慌の前に起きたもう一つの出来事は、1857年3月、アメリカが州国最高裁判所によるドレッドスコット隊、 サンフォード事件判決だった。スコットがその自由を求めて訴訟を起こすと最高裁長官のロジャー・トーニーは、スコットはアフリカ系アメリカ人であるから市民ではなく、それゆえに裁判所に訴える権利を持たないと裁定した。この裁定は水売り妥協を違憲だともしており、西部領土のさらなる開発に重大な影響を与えることは明らかだった。この判決から間もなく、 新領土における自由土地と奴隷制度の間の政治闘争が始まった。西部の領土は奴隷制度が拡張されるかもしれない可能性が明けており、それが劇的な財務と政治の影響を与えることになるのがすぐに明らかになった。カンザスの土地の再建や西部の鉄道株価格が3月初旬のドレッド・スコット判決後に少し下がっていた。この鉄道株の変動で、 将来の領土に関する政治ニュースが土地や鉄道株市場に影響を与えることになるのが分かった。1857年恐慌を実際に発動させた最たる要因は1857年8月24日のオハイオ生命保険信託会社の破綻だった。この会社はオハイオ州を本拠にして二つ目の主たるオフィスがニューヨーク市にあった。大量の低等物件を保持しており、 オハイオの他の投資銀行とのつながりが強かった。会社管理層による詐欺行為のために破綻しており、その破綻が、オハイオの他の銀行の破綻を誘発する恐れがあり、あるいはさらに悪いことに銀行の取り付けまで生じさせた。ニューヨークデイリータイムズに掲載された記事によれば、オハイオ生命保険信託会社のニューヨーク支店とシンシナティ支店が差し押さえられ、 負債総額は700万ドルとされている。となっていた。オハイオ生命保険信託会社に結びつけられた銀行は払い戻しが行われ、取り付けに対してしっかりと互いに保険を掛け合うことで打感性停止を避けたとしていた。オハイオ生命の破綻は鉄道産業の財務状態と土地市場に関する注意を喚起し、それによって金融強行をより公的な問題にさせた。 農産物の価格も著しく下落し、1857年の農夫は収入が減って購入したばかりの土地に対する債務取り付けを生じさせることになった。1855年の穀物価格は一部シェルあたり2.19ドルまで急上昇し、農夫は土地を購入して収穫を増やし、それがさらに利益を生んでいた。しかし、1858年までに 穀物価格は一部シェルあたり0.8ドルまで急降下した。中西部の多くの町が強硬の圧力を感じた。例えば、アイオワ州キヨカックは1857年の経済不況によって財政摩擦を経験した。自治体の大きな負債がキヨカックの問題を拡大した。1858年までに町は鉄道再建主体に90万ドルの借金があり。 その課税資産の価値は550万ドルも落ちた。強行前に1000ドルの収益を上げた区画が10ドルでも売れなかった。打撃を受けた土地所有者は税金を払えず多くの資産が税の大脳に消えた。このような価格低下の結果として土地の販売が急激に減り、製法拡張は強行が終わるまで事実上止まった。 小人にアノはどちらも価格が高い時に取った投資リスクに苦しみ始めた。1859年までに強行は収まり始め、経済は安定し始めた。ジェームズ・ブキャナン大統領は、紙幣流通が強行の根源的原因だと考えると宣言した、あと20ドル以下の銀行券すべての使用を止めることにした。また、就任定銀行は、 銀行から切り離すことを進め、連邦政府の例に従うことを推奨もした。このことで紙幣の流通量を減らし、賞金の供給時間を増やし、インフレ率を下げられると考えていた。ブッキャナ難は、州認定銀行が連邦銀行に従うことを望み、具体的に独立財務体系を保した。この体系であれば、連邦政府が賞金支払いを維持し、 銀行の支払い停止がもたらす金融圧力をいくらか、和らげるために役立つことになる。八百五十七年十二月、ブッキャナンは、政府は同情するが、個人の苦しみを和らげることは何もできないと言って、救済しない改革という新戦略を公表した。今後の金融強行を避けるために、ブッキャナンは、アメリカ合衆国議会に、銀行が、賞金支払いを停止した場合に、 銀行の認証を即座に剥奪する法を成立させるよう奨励した。さらに州認定銀行には発行紙幣3ドルにつき賞金1ドルを保持することを求め将来のインフレを避けるために銀行券の安全保障として連邦や州の債権を使わないよう求めた。それに加えて1857年関税が法制化された。 1846年関税の修正版として法制化したものであり、1846年関税はゆるりと数多い製造業を破壊していた。1857年関税は1846年関税でかけられていた製品の税率を下げた。低い関税であればアメリカの産業に好都合でありそれによって経済活動を奨励できるという考え方だった。 1857年強行の結果として、南部州の経済にはあまり影響がなく、北部州の経済が著しい打撃を受けて、回復も鈍かった。この強行で、最も影響を受けたのは、古代国地方であり、その地域の問題はすぐに、西部での売り上げに依存していた東部の企業に及んだ。約1年の間に、北部経済の多くと、南部全体は、強行から回復した。 強行の終わりに近い1859年頃奴隷制度の問題に関わる北部と南部の間の緊張関係が悪化した。1857年強行は南部で、北部は南部に経済を安定させておく必要があるという考えを信じる者たちを勇気づけ、アメリカ合衆国からの脱退という脅しは一時的にやんだ。南部人は1857年強行によって、 北部を南部の需要に対してより受け入れやすくしており、アメリカが衆国で奴隷制度を保ち続けさせることになると考えた。ありがとうございます。